皆さんこんにちは、アンジーです。今回はこちらの中銀と読むのか中銀と読むのか、すすきのソシアルビルさんに来ました。見ての通り銭湯ではないということでですね、今回は何が行われるんでしょうか。エレベーターに乗って5階へ向かいます。今回私出てないので、この声のみの出演となっております。よろしくお願いします。右手に行った一番奥に目的地がございました。こちらです。バージェミニーさんです。名前はユミです。どうもどうも、こんにちは。撮ってます、こっちから。これはもう僕のリアクションリアクションカメラということで、リアクションカメラ、はい、ロビー目線の、はい、ね、この刈り上げ部分を、そうクラフトワーク並みにバシッと固めてきました。いやもう突然だけども、うん、銭湯を回りしチャンネルを始めちゃったから、うん、やっぱサウナスパプロフェッショナラーとしてはさ、やっぱ言っとかないと。初心者サウナに対して。そうだね、まあ、公衆道徳というか、はい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 、その今の世代の子たちはさ、スーパー銭湯イコール銭湯みたいな認識がごちゃごちゃしている子も多うござんすということを聞くので、うん、じゃあその辺を切っていっていただきたいと思います。なるほど。ちなみにこれロケ地はですね、バージェミニーですね、これ。はい、小西さん。はい。ということで、爽やかな笑みとね、これ名物のセンブリ茶食とかね、これ後ほど、はい、これ一人で飲む勇気のない方は小西さんもお付き合いいただけるっていう素敵な300円、ね、苦い臭いまずいの三拍子っていう、いいですね。苦い臭いまずい臭い匂いも煮出してきた。煮出した、これがこれが、あー、この感じなんか漂って美味しそうに、美味しそうなんか見えるすごい香るけどね、すでに。あ、やっぱちょっとに、おいにがおいにしますね。おいにしますね、はい。今でどんな仕上がりなんですか。もう、あ、もういつでも出しちゃったんで、あとはこれを冷やすだけ。あー、なるほどね。楽しみですね。楽しみですね。サウナとかそういう浴場に対しての、うん、熱い気持ちを語ってたらいい感じに冷えると。いい感じに冷えて、そう。こんなことしちゃダメだ、うん、こんなことしちゃダメだまあこれはまあ ベタな、充電、汗を流さないっていう。汗を流さない。何回言ってもいい、これね、まあ今はね、そのサウナがこうブームになって水風呂ね、入る前には汗を流してくださいっていう、そのね、書き出しみたいな、そういうね、なんですけど、いまだにね、これをね、やっていない若者もいるし、おじさんもいるわけで。そうだね、おばさんもいるし、おばさんもいる、女性もいるかもしれない、いるかもしれない、知らない、見てない。これはね、でも自分そんなね、直接こう、なんだろう、言えるこうね、注意直接こうできるタイプじゃないから、できることならこうその人のポイントカードを執行みたいなね。10ポイント、なるほど、もうちょっとで10ポイントなのに、うん、これをやってしまっても執行みたいなね、そういうなんかもうダメだみたいなね、そういうのをね、あと1回であと1回でもうたまってたのに、無料で入れるのに、あらこういうこと したらもうダメだ、はいはい、やり直しみたいな。これはね、そういうことしちゃう、そういうね、法律を、法律あ、自分の場合はとりあえずサウナから出ました、はいはい、その水風呂の温度にもよるんだけど、まあその水風呂が冷たかったら普通のお湯で、うん、まずね、こうこのケロリ、ボケでね、うん、まずこう、こっちの肩からいきますね。こっちの肩から。レフトから。うん、あ、レフトショルダーから。そして、ライト行って、頭2回ですね。自分これです。トゥーヘッド。トゥーヘッド。で、
頭はこっからね。あ、後ろ、うん、後頭部から。そしたらもう大体汗は流れてるから。なるほどね。それであの、まあ、自分は入ってますけど、あのね、サウナ近くにね、あのシャワー、うん、シャワーがこうねついてるとこあるかな、あるんですよね。シャワーの設定温度があのもう前の人がねちょっと忘れたのかな、もうコール一番もうキンキンに冷えたやつの状態でこうあるね、もう設定されてて、で、あのおじさんがそれ知らずにこうボタンパッとしちゃって、そしたらマイケル・ジャクソンみたいにみたいなね、あのなるんですよ、こうっていうので聞いたことあります。はいはい、さんが、いや、マイク硬化するだから、ね、だから気をつけてほしいよね。そこまで気をつけてほしい、あのちゃんとね、40のあのね、こうこれちゃんと設定がどうなってるかっていう、あの温度のぽっこりになってる場所あそこにちゃんとこう設定して押してから行かないと突破できないゾーンってあるから、あそこ以下になってて、かつ そ, うだ、ね、それより上になってないから、うん、油断しないでほしいよね。その汗に関わらずというかさ、温度差でね、あの高齢の方はびっくりして、うん、そうだね、マイクのまま倒れることもあるじゃない、うん、シャッって言って、ね、あのね、これもたまにいるのね。なんすか、デレンデレン、はい、サウナの中でタオルを絞らないっていう、これね、これもいるんですよ、結構サウナの中で、まあ、サウナに入ったらその汗がこうバーって出るわけだから、はいはい、それをこう拭く分にはまだいいんだけど、うん、それを拭いてジャッて絞る、最後あれがいるんですよ。そのサウナの中で絞っちゃうっていう。そうそうそう、サウナの中で。ああ、いる。自分の体験談としては、うん、あのこう三段のこうね、サウナの三段のこうで、うん、一番上でこうサウナ楽しんで、うん、そしたら若者二人が、うん、あのこうバーって二段目のとこ、自分の二段目のとこ、うん、座ってて、で一人は多分つい最近結構サウナをもうハマって、うん、サウナのいろいろ知識をこう得た、入れ始めて、うん、でもう一人はサウナちょっと苦手なんですけどみたいな、はいはいはい、そのなんか二人がこう、うん、でこのサウナの中でまあ喋るわけよ、うん、まあ、本当はダメなんだけどね、今のこのご時世ちょっとダメなんだけど、まあこう喋ってた、いやこうサウナはその、うん、10分入って、なんか水風呂は1分で、外気浴が8分でって、あ、まあまあそうそうだよね、あ、そういう感じねって感じ、うん、いいっすね、まあまあまあ、で、いろいろそのすっごいなんか、なんつーの、サウナのこと語った後に、じゃあ行きますかって時に、その語ったやつがタオルを絞り出してさ、いやもう自分もう3段目からもう3段目でしょ、ジャス君はもう天中です、多いってこう言うんだけど、それもね、やりたかったね、あの自分と同じね髪型のね、こんなねクラフトワークボーイだった汗もそうだし、まあ、あのもう水タオルに水含んだままそのままサウナにこうね、あーって入る人もいるから、はい、なるほど、ちゃんとサウナ入る前はもうタオルも、もうカラッカラの状態にしようっていて、あの体もちゃんと拭いてから入ってくださいよ。思いやりサウナ、なんかね、ちょっとね、流行語みたいなの出そうかなと思って全く出なかった、もう似てたな、そっかそっか、うん、まあ今その銭湯を回ってるわけだけど、うん、そのスーパー銭湯だね、いわゆる1日入れたりとかしちゃうようなところって、まあ、例えばドライヤーが無料だったり、うん、タオルがもともとついていたりとか、まあ、いろんなところがあるんだけど、その町銭湯ってさ、シャンプー、ボディーソープ、タオル、その類はついてない、まあ、各自持ち込むんだよっていうのが戦闘常識ではあったわけで、そのレトロのね、レトロのね、町戦闘の、うん、そうそう、でそれがやっぱり最近はそのそれがついてると思ってきちゃう人たちがいるもんだから、それこそあの今こういう世の中だからさ、うん、スーパー戦闘が休みになったりとかして、うん、町戦闘に
こうサウナを求めたり、うん、大きいお風呂を求めたりして流れてくる人もいると思うんだけど、うん、まあ、スーパー銭湯の用とは、うん、まあ、様相が違うところがあるので把握しておきなさいよという、そうだちょっときつく言うとね、うん、まあ、うちは売ってるからね、売ってるから全然その、そこで買ってくれる分にはお店としても嬉しいとは思うんだけど、まあ、ただね、うん、それをなんだろう、欲しくて行くのと、うん、忘れた人が大量に来るのとではちょっとわけが違う、そうだね、とは思うんですよ、うん、やっぱり。なのでそこは自分でできることは自分で用意をした上で行く場だという、あとはお店ごとのルールが喋らないとかあるわけですから、うん、張り紙で貼られているので、それに沿えば何思いやりサウナになるわけじゃん、ね、ちょっと恥ずかしいんだけど、ね、今であればね、沐浴とかさ あるね、うん、ね、デカデカと書いてあるから、もうそのサウナの中ではそのおしゃべりはもう禁止だと、そう、だからそういうこととかね、あの我々もね、撮影で回ってちょっと見たところもあると思うけど、例えばその特に股間をすごく強く洗ってってすごい注意書きを 3、4度貼っているところもあれば、まあそういうところって何かあったわけよって思うと、お店としてはトラブルがあってこの注意を出してるんだっていうところなので、蹂躙しないようにで、字が読めない子どもの代わりに大人はそれを教えてあげて、パパあれなんて読むのみたいなね、そうだね、思いやりサウナだよこれ思いやりサウナなんだ、結局ね、肩組んで肩組んで、ね、こんなご時世じゃなきゃねいや自分もウェルカムパーティーピーポーみたいな肩組んでもまあまあね、全裸状態で、いや全裸もう基本全裸でブラン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 って感じで重力、そうだね重力重力だね、まあお湯に流してこうよみたいなね、うん、悲しいことは、いや結構あだなんかお、やっぱり落ち込んでる時にそのサウナって行きたくない、あいいね、あの落ち込んでる時とか、そのあのなんかこう考えが煮詰まっちゃってるなって時に、ね、そういう時はねやっぱねサウナ行きたい、 OK、 これさんもやったことない、このセンブリの元だよ、センブリの元、お味わいたまえ、噛む、ただ口の中転がす感じ、お、サクっていう歌でおんま、おすごい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 、これはすごいの、わーわわこれこれなんかこれちょっとでも苦味すごいんですねあーあーすごいね、しびれるね、なんかいやすっごい、あすごい、じゃあこれちょっとクールに飲みますよ、いけるか、よし、がすごい、こう、すごいでも体に良さそうな感じはするけど、うん、すごい、ごめんなさい、すっごいね、最初ハンディカメラがね、寄ってた飲んだ瞬間が鼻のアップだったいや、だからさ、そっか、いや、だからまあ、うん、もう一回か、うん、いや、もう一回はちょっときついきついのかい、これリアクションとしてはいいのかい、いやいや、その正解は分かんないです、早いなぁ、あーうーん、すごい、きた、きた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 、苦味がさらに来ました、あー来ました来ました来ました、いや、違うんだって違うんだってこうじゃないんだって、電気グルーヴのシャングリラみたいなさ、あのそういうアングルじゃない、あ違う、有名で気好きじゃない違うんだって、これな、体な、何に胃腸にもう自分もう2杯飲んだからもう最強でしょ、何笑って何笑っちゃってんの、出
デーデーデーいや自分も読んだね。自分もやるみたいな。自分もやっちゃったから。はい、ということでね、ちょっとセンブリ茶を飲んで、すごいですね、苦いですね。まん延防止でもあのブリブリできるよっていう。センブリ2杯目商売繁盛みたいな感じで。みたいな感じで。じゃあまあこんな感じですね。はい、ということで。行きましょうか。それでは皆さん、また会いましょう。